はいどうも、今日はこれです。セブンイレブンのベーコンチーズ焼きおにぎり、もうねここに書いてあります。しっかりと温めてお召し上がりください。嫌です、温めないで食べます。いつでもどこでも温められるとは限らないから。じゃあどうなんですかと、温めないで食べたらどんぐらいのものになってるんですかっていうために、嫌だということではないです、ごめんなさい、訂正します。そのまま食べてみます。次買ってきたら温めて食べます。いただきます。もうこれ温めたらすごいんだろうね、この香りがすごい。あらあら、うん、おいしいね。全然温めなくても美味しいです。これ香りもいいし、このいつも焼きおにぎりってこの醤油の味が足りなくてちょっとがっかりしちゃうことがあるんだけど、これは違う。さすがセブンイレブンさんですよ。うん、セブンイレブンの店長さんありがとうございます。全国のセブンイレブンの店長さんありがとうございます。美味しかったです。これまた買いに行きます。